ヘアクリス新カブト。じゃ、行くよ。いやー、うん、おー、え、ここで買えるの？あ、高いオークハガタ13,000円。あ、26,000円。うわ、高っ。高いよ、これ虹ロクワだ。これもうレンタントカブト。かっこいいね。おもちゃたちが持ってたのは、これ姫カブト。あ、これカブトムシだ。え、ちっちゃいカブトムシもいるんだ。こんな小さいなんて知らなかった。せのすけたちもこんな感じだったね、うん、僕たちのあの上とかいっぱいだったよね。来てるレースがね、全部出してね、写真撮れます。あ、そうなんですか。え、手に持って、はい、やってみます。おー、豪華だぞ、豪華だぞ。どうやって持つの？うわー、かっこいい。でかい。まあ、こう触るじゃないですか、皆さん。はい、小さい子は、いや、触らない方がいいよ。ここに遊んじゃう。へー、この関節長いんで。ここ触ったら動くの？ここの力も強いんですか？ね、もう、あの感じとしてはね、すごい。パチって言われるくらい。怖いな。クワガタに挟まれるよりよっぽど危ないんで。これ触んない方がいいの？まあ、それをね、分かってて、お尻とか触る分には全然いいんだけど。すごい。よかったね。普通のカブトムシしかもう持てないか。ヘラクレス。ヘラクレスはね、触っても大丈夫です。ああ、かっこいい。初めて見た。長い熱の。すごいよ、これ。ヘラクレス、オオカブトムシね、iPad のゲームにもあるよ。ヘラクレスはね、よしよししても大丈夫です。うん、ああ、よかったね。お尻触ると動くんだ。うん。うわー。なんか、普通のカブトムシ、ちょっとふわって感じするけど。いい感じ。ちょっと、つるって感じ。うわー、すっごい。持ってみたい。すごいよ、これ。ドキドキだよ、めっちゃ。で、これがガッて挟むから、こうやって指入れると挟まれちゃうから、こっち触れば大丈夫、ここ入れない方がいい。入れちゃダメだよ。お姉ちゃんも触ってみよう。すごいね、結構もさもさして気持ちいいよ。ありがとうございます。いいですか、お父さん、触ってみましょう。ヘアブラシみたいだった。おお、ふさふさしてる。これなんか役に立つんですか、このふさふさ。まあね、いろいろ説はあるんですけど、なんせね、虫が喋ったわけじゃないんで、どれもっていう感じがしないんですけど、すごいよ。わ、まあ、滑り止めとかね、説はあるけど、なんとも言えないですね。なるほど。あ、いた。おお、綺麗だね。虹色くらいは小さいから、そうだな、お兄ちゃんはへきそうだ。まずお兄ちゃんから、じゃあ手にこうやって持って。あ、いや、手にまずは。すごい、すごい。かっこいいね。すごい痛いでしょ。引っ張るとね、痛いからね。すごい。あ、見して見して。はい、すごい綺麗だね。冬はね、簡単に帰る。夏は大変。うわ、でかい。でかい。あ、お尻に毛がいっぱいついてんだね。うん、毛だらけだよ。ヘアブラシみたいじゃん。ヘアクレスよりサタンは珍しいからね、すごく。これ結構大きいから。すごい。サタンの中でも。ここ触ると気持ちいい。触ってもいいよ。おー、気持ちいい。そこは大丈夫なんですか？うん、挟まれない。そんなね、サタンはね、挟んでこない。今挟んでるじゃないですか。そんな感じなんで。へー。すごい。このお尻の毛は何か役に立つんですかね？あ、動いた。飛んできそうで怖いね。お尻の毛はね、よくね、こう匂いをとかって言うんだけど。あ、でも全体的に毛が生えてるんだ。かっこいいね。すごい。サタンはね、なかなか展示してるとこ少ない。ああ、そうなんだ。やっぱもう面倒くさいんじゃない、こう、こんな感じで。ああ、なるほど。パラワンクワガタ。パラワンオヒラタクワガタはね、フィリピンのパラワン島とかです。フィリピンにいる。でかいよ、このクワガタ。あ、東南アジアはね、クワガタがすごく大きいんだよ。なんかくにゃって曲がってるみたい。すごいこれ、ほらほら。立派だねこれ。ほら、こんな感じ。すごいよこれ。落とさないようにね。もういい。怖い。クワガタはね、すごいです。ヒラタクワガタは結構怖い。怖いと思ってて間違いないです。挟まれたらね、なかなか離してくれないんで。怖
こっちにも。これもヒラタクワガタ。これスマトラをヒラタクワガタ。これもヒラタクワガタ。ちょっと木が小さいから危ないかな。気をつけてね。すごいよこれ。これ手やったら噛まれちゃいます。これね、そう痛いとかっていうよりもこれもう骨までサクッと入っちゃう。そんなに。怖いねこれ。すごい。これはね、触っても。触っても大丈夫です。まあ、目が白いでしょう。うん、白いよ、ね。ホワイトアイって言って、ちょっとね、色素の異常の。すごい。この個体だけってことですか。この個体、うん、そうです。まあ、どれもね、ホワイトアイはする可能性あるんですけど、まあ、哺乳類っていうか、まあ、アルビノみたいな。こんな感じ。これゼリー。ご飯。白いやつですか。すごい。うん、お家でなんかカブトムシ飼ってた時は、ゆっくんの服にブジューっておしっこする。おしっこする。まあカブトムシすぐおしっこするからね。普通のギラフはね、ここまでおとなしくないんで、すごくね、凶暴なクワガタだけど、アルビノはおとなしいんですよ。あ、そうなんですか。うん、こんなね、あの触らせてくれません。大体隣のね、隣のギラファみたい、ギラファというかギラファもね、普通のやつはこのぐらい結構動くんで。うわぁ、おぉ、それってどんな感じなの？挟まれたらじゃなくて、隣のギラファもあれだよ、目が黒いやつはこのぐらい元気だよ。本当にこっちは目が黒いよね。クワガタって怖そうだね。クワガタ全体的に怖い。お尻ツンツンしてみちゃう。いや大丈夫。ツンツンツン。野生の方もこうなるんだ。そうだね。野生のクワガタ。これちなみに飛んでっちゃうんですか、カブトムシもクワガタも。基本的に夜行性じゃないですか。はいはいはい、昼間ね飛ぶようになってきたら、ね、だいぶもうお迎えが近い。あ、そうなんですか。うん、基本的に。あの昼間飛ぶものじゃないやつが飛ぶってことは、はい、昼間飛ばなきゃいけないぐらい、はい、切羽詰まってる状態。ああ、そうなんですか。うん、なんでね、結局飛ぶ昼間飛ぶとほら鳥とかに食べられちゃうリスクがあるじゃないですか。そのリスクを犯してでも子孫を残さなきゃいけないっていう。ああ、なるほど。もうね、結構かわいそうな感じ。かくれもしたいのかな。だからね、喧嘩する時っていうのはこういうところに入ってくる、同じヒラタの仲間がさ来るんだけど、それにね、お家を守るために一生懸命戦うからね。喧嘩の仕方が違うんで、こういうやつだと。さて、ずっとしてるよ、こいつ。おー、背中がヘラクレスみたいな。ツルツルツルだね。離すよ、みーちゃん持てる。うわー、すごい、こんな感じです。あー、ツヤツヤだ。ヘラクレスのクワガタ版みたい。おお、すごい。ここツルツルですよね。しっかり持ってね。これもね、お尻ツンツンするね。ツンツンする。あんまりだね。おお、大丈夫なんですか。大丈夫です。それぐらい、このぐらいじゃ全然。何ちゃこともないです。シヤカスタマタクワガタ。うわ、かっこいい。うわ、仮面ライダーストロングあるだ。あとね、あのタリーフタマタクワガタとかって言ったりするんですよ。へー、おー、すごい。なんかコブができてるみたい。コブ触ってみても大丈夫よ。どこコブって？頭にボコボコってなってる。そう。おーおー、ピカチされた。うわ、狙ってるね。野生のクワガタもうこうなってんの。おお、すごいすごい。違う、ヒラタクワガタってさ、ここまでほら、早く動かなかったでしょ。こうやって機敏に動くやつはね、あの木の表面で活動するやつが多い。ヒラタはのしのし歩いてね、ガブって噛んでジョキッてしようからこれガブって噛んでもね、ポイってするんです。日本のクワガタって、あの、うん、優しいの。優しくないよ、日本のヒラタクワガタも同じだもん、性格は。ヒラタだけはね、小さくても気をつけた方がいい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。
なんかね、普通のカブトムシってね、なんか複眼っていうのあってね、目みたいだけどね、なんかぼやけて見えてはっきり見えないんだって。あのカブトムシアプリでお勉強したんだね。何それ何それ何それ変なのがあるみたいで、おそばお腹に V の形がある模様があって、これで見てもめっちゃ近く見えるよ。大きく見えるね。どうだった？楽しかった？楽しかったよ。ヘラクレス初めて会ったしね、なんか、なんかね、カブトムシさ、見たことあるんだけどね、でも普通のカブトムシしか見たことなくて、でも初めて見れたよ。